皆さん、こんにちは。こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。熊野の家下頃、店長の山本です。今日はですね、久しぶりに、もう本当に久しぶりですね、ゲーム実況ということでね、やらせていただこうかなと思ってます。はい、というわけで、画面にも出ていると思いますけども、こちらにあります、ゲーム、ガールズ&クリーチャーズというね、作品。CTW さんというんでしょうか、ね、そういうゲーム会社さんが運営されているゲームで、で、ジャンルは MMORPG ということなんですけれども、事実上のセミオート式の、なんて言ったらいいですか、育成ものと言ったらいいんでしょうか、ね、になっておりますので、早速ゲームをやってみたいと思います。ではクリックしてログインしてみましょう。このようにセミオート式となっております。なんで、この作品を久々にゲーム実況してみようかなというふうに感じたのかと言いますと、 YouTube で長いこと動画投稿していなかったというのもね、あるんですけれども、あるゲーム実況者さんが、ね、ゲーム実況しているところを見て、で、たまにこのゲーム実況もいいなということでね、感じてみた、そんな感じでございます。さて、ゲームですけども、このようにですね、24時間放置していても、ログインしてプレイする時のデータのどのぐらいでしょうか。20% から 30% ぐらいは、経験値であるとか、このお金、ゲーム内で使えるお金などが入ってくるようでございます。で、20日間、プレイ、試しにプレイしてみて、で、RPG ということですけれども、事実上のセミオート式の育成ものゲームという体裁というんでしょうか、仕様となっておりましたので、これだったら自分でもできるかなという感じでございます。サーバーがいくつかあって、1番から20番、21番から40番、41番から60番、61番から80番、81番から100番かな、というふうに分かれていて、自分は74番目の部屋で、プレイしております。上にもありますんですが、ハデスという名前で、魔王軍に、ということでプレイ、魔王軍側としてプレイさせていただいてます。なんだろう、レベルが89、20日ぐらいでレベルが89まで上がりました。で、一つの部屋で1000人ぐらい入れるんですけれども、1000人の中で実際にプレイしている、ね、のは、だいたい、まあ、1000人中100人ぐらいじゃないでしょうか。今日はね、3月9日土曜日ですので、週末の釣りなどもプレイができるようです。はい。というわけでね、早速ですけども、見てみたいと思います。このように、キャラクター、デフォルメされた女の子たちがね、杖であるとか、ハンマーであるとか、そういうのを振り回しながら、これは魔王軍なんですけど、魔王を倒してますね。村の中とかずっとこんな風に走り抜けていって、ちょっとずつちょっとずつですけど、経験値であるとか、上にありますね、EXP、1427万とありますけれども、チラチラ増えてますけど、このように、ちま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 とね、戦ってくれて、経験値を稼いでいったりとか、お金を稼いでいってくれるという、そういうゲームで、事実上の育成ものとなっております。そして、下にボスということでね、アイコンが出てると思います。下の方に、ボスのアイコンが出てますけども、これは、敵が10チーム、倒したら、このボスボタンが出るので、これをクリックするとボスが出てきます。で、ある程度強くなると、上のステージに行けるという状況ですね。ボスを倒すと上のステージに行けるという、そういう仕様のようです。では、早速ですけども、押してみますね。レベル81、シェルプというのがね、出てきました。勝てるんでしょうか。ね。現在89レベルのハデスチームは勝てるんでしょうか。一人やられました。ね。女の子がこのようにトンカチ持ってます。二人目やられました。頑張れ。女の子頑張れ。はい、ギリギリですけど勝つことができましたね。はい。このようにして、ちょっとずつですけれども、強くなっていくという感じです。で、上にあります、このランキングというのがね、あります。これを少しクリックしてみますね。チャンピオンがメルレジさん。
戦力というのはこれは強さの、まあ、目安といったところでしょうか。697万とあります。レベル99ですね。100レベルになると転生するか何かするみたいなんですけれども、ちょっと詳しいことよくわかりません。で、2位が秋典さんというんですか、室井秋典さんとお呼びするんでしょうか。598万ですね。3位がセレディさん、レベル92で364万。ちなみにハデス、自分は14位です。145万7千となっております。レベル89ですね。まあ、1000人中14位、1000人ぐらいいて14位だから結構強いんじゃないのと思うかもしれませんけど、実質やってるのは、ね、ブログなんかでも毎日更新してるようなアクティブな人たちは100人ぐらい、100人もいるかどうかですんで、まあ、100人中14位といったところでしょうか。それでも決してね、低くはないです。ちなみに、勇者軍と魔王軍に分かれてこのようにね、プレイすることができます。魔王軍ですと現在6位ですね。はい。魔王側としてプレイしてる人がやっぱりそれだけ少ないということなんでしょうか。はい。そんな感じで、早速ですが、配信してみましょう。このようにね、10ボスとなっています。で、この妖怪とね、妖連というんでしょうか、書いてありますけども、ではもういらなくなっちゃった、ね、アイテム拾ったけどいらなくなっちゃったなというね、アイテムをこのように、妖連ボタンを押すと溶かしちゃいます。そして、ゲーム内で使えるマネー、このゴールドマークと、そして、石に変わるらしいです。で、その石は何に使うのということでね、見ていくと、この装備ボタンをクリックすると出てくるんですけども、このようにね、装備を強化することができるそうです、ね。で。ちょっと強化してみましょう。今4552、この、石がありますのでね、原材料がありますので、これを使って、強化してみたいと思います。ね、こうやって、溶錬すると、戦力が少し上がります。こんな風にね、全キャラあります。で、レベルが増えると、上がっていくと、もう一人か二人パーティーが増えるそうなんで、まあ、ゆっくりと様子を見守りたいと思います。とりあえず、この僧侶、この、どういうんでしょうか、ね、もう少し強化してみましょう。一部不足説と出ましたけども、一部は強くなりましたね。はい。こんな風に、スワットずつ強くしながら、戦力上げをしていくという育成ものゲームだそうです。はい。これ何が面白いのと思うかもしれませんけども、ただ単に、女の子を育成するだけのゲームです。ちなみに、出てくる女の子はこんな感じのメンツでございます。今持っているのはワイバーン、ね、これは竜の一族だそうです。竜族の一族だそうです。そしてこれはヴァンパイア、吸血鬼ですね。はい。どう見てもね、ただ可愛い女の子にしか見えないんですけれども、一応吸血鬼ということだそうです。そして、ゴブリン。これもですね、女の子がでかいトンカチを持って、その、骸骨の装飾品を頭にかぶってるだけにしか見えないんですが、一応ゴブリンということだそうです。そしてファラオ。ね。はい、おそらくインドあたりから来たんではないかなと思いますけれども、インドじゃないですね、アフリカですね、エジプトあたりから来たんじゃないかなと思いますけれども、まあ、この4人のメンバーで今活躍しているという状況です。はい、というわけで、とりあえずゲーム実況第1回、ね、この辺で終わりといたします。ご清聴いただきありがとうございました。それでは失礼します。